休み期間に勉強した経験がない男。俺、ガチで危機感持った方がいいと思う。ガチで危機感持った方がいい。それこそが君がどうあがいても成績上がらない理由だと思う。上がらないって。これまでに休み期間に勉強してなかったら、宿題もしてなかったら、シャーペンも持ってなかったら、厳しいって明らかな事実だと思う。俺には、俺は勉強向いてないから、地頭が良くないから、友達と遊びまくってた方が楽しいから、俺はゲームが好きだから、やばいって。何がやばいかというと、学生として成熟してないんだよね。学生っていうのは学んで生きるって書くんだよ。ってことは学び続けないと。君は最後にいつ勉強した？自分で時間を作って勉強したの？いつ？理想の点数が取れなくて悔しい経験したのはいつ？ないでしょ、そういう経験。弱いって。そんなんで勉強できないって決めつけんなって。お前ならできるって。周りで点数が高いやつ、成績がいいやつは絶対努力してるって。勝手に自分ができないなんて決めつけんなって。自分を大切にして勉強しよう。